こんにちは、迫田です。こんにちは、再建です。再建で行くんだっけ？はい、一応今のところね。はい。今回ですね、ちょっと今斉藤先生との撮影が、斉藤先生の撮影がですね、いくつか終わったので、疲れた。めちゃくちゃ疲れてるよね。いえ。でもせっかく今こうして2人揃うのが意外と機会が少ないので、ちょっとね昔の話とかでもしてみようかなと。いいですね。さっきねちょっとお昼ご飯食べてる時にねみんなでテーマになったので、でせっかくなので小学生時代、中学生時代、高校生時代でお互い浪人しているので、浪人生時代、大学時代、社会人時代みたいな感じで6本ぐらいに動画を分けてですね。幼稚園はいらない。幼稚園いらない。いらないか。幼稚園出すんです。1個エピソードあるんだけど、それはじゃあちょこって言うちょこって言うで、小学校時代とか出してみて、再生回数少なかったりとかいいねが少なかったら、もうそのシリーズは全部ボツボツね、撮るだけ撮るけどね、興味ないっていうことね。ということで最初はですね、お互いの小学生時代ですね。僕鹿児島で育って福岡ですよね。福岡のなんか一言で言うと田舎なのか、都会。田舎だね。1学年何人ぐらいおった？小学校自分の5、6クラスあったよね。結構自覚なしだから。でも田舎だからね、結構わーっと集まってる。あ、そういうことか。僕も田舎だったんだけど、さらに田舎で、僕小学校2年生転校したんだけど、転校した先のところで卒業したんだけど、そこは2クラスしかなくて、1クラス20人ぐらいの2クラスだったから。そうだね。それ転校した後がってこと？転校した後が。転校する前は4クラスぐらいあったから、それは大きい小学校だったんだろうけど、転校してそこからねずっとそこで育ったんだけど、その時って塾とか行ってました？小4ぐらいに近所で生徒が 2,3 人しかいないような塾があってね、父親の知り合いがやってて、そこからなんかつながりで行けばみたいに言われて。それ何習ってたのその塾で？算数。あ、算数。でもうトップだったね。あ、そう。なんか急に自慢で2,3人だけどね、むっちゃ計算が早くてすごいすごいって言われてて、ちょっと調子乗ってて。でもね、やっぱ小学校の時って算数は計算力でね決まる部分があって、僕もね小学校1年生までかな、2年生までかな、公文に通ってて、小学校入る前公文ね、そうだから年長さんと小1を公文やってたから、計算力早くなるじゃないと思うんで、その後ね図形の問題とかになってくると苦しんでくる子も出てくると思うんだけど、僕は結構その幼少期にやるクモ良かったなと思ってて、小学校の頃は特になんか勉強が困らなかったんだよね。そうで、自分がさ小学生の頃に頭いいって思ったことある？いや、めっちゃ思ってた。あ、思ってた。俺できるわと思ってた。俺も一緒なんですよ。一緒なんですよ。結構なんていうかな、田舎にいてよかったなと思うんだけど、なんか僕は中学受験したけど、その学校の中で中学受験すること本当に少なかった。少なかった。で別になんか僕小学校2年生とか3年生ぐらいの頃は中学受験しようとか思ってなかったんだけど、学校のテストでやっぱこの成功体験が僕一番覚えてるんだけど、テストがあって別に自分のこと頭いいとか思ってなかったの当時はね、小学校2年生ぐらいの頃までは。でこのクラスで100点が1人いましたテストで、先生が言って「おお」みたいな「誰だろうあいつかなあいつかな」とかってこう見てたら「迫田君」みたいな「俺か」みたいなさ、それでなんか1人だけ100点だったっていうのがなんかめちゃくちゃ嬉しくて、でそれが多分ね成功体験っていうか、あ、自分って頭がいいんじゃないかって参加した思った瞬間だったんだよね。そういうなんかあります？自分も長男で、やっぱり当然妹弟よりもできるから、それでまた当たり前なんだけどね、自分を俺できるじゃんね、まずそこで思うのよね、家族の中でね。でさっき言った3人ぐらいの塾で一番計算早かったから、俺できるじゃんって思って、小さな世界でなんか勝っていくっていう体験があって、大事だよね、この成功体験というか。そのね、小さな世界でもね、それで自信になっていって、これね、保護者の方にね、ぜひね、覚えていただきたいんですけど、幼少期って結構環境、周りの評価がその人間を作るっていう傾向があるんですよ。つまり周りがあの子頭いいとか優秀だねっていうふうに言われると、自分は優秀なんだっていうふうに思えて、だからもうちょっと勉強しようもあるし、学校の授業ちゃんと聞こうとかっていうふうにもつながっていくから、だからね、間違っても子供に「あんたダメだよね」とか「頭悪いよね」みたいなこと絶対言っちゃダメだよ。よく自信持てって言うけど、あれって結局自信を持つ体験をさせなきゃいけないよね。小さな成功体験を積み重ねてだからね。そうそう。で、え、中学、まあこれ小学校の話のままなんだけど、中学受験しました？そう、したんですよ。あ、したんです。そうした。で、まあちょっと自分ができるかなと思って、で、まあ九州で有名な栄新館っていう塾があって、そこに小学5年生ぐらいの時から行くことにしてね。っていうのも、まあ言うてもね、クラスの中で自分よりできるやつがいて、で、これすごいと思って、で、その人の行ってる塾が栄新館だったの。はいはいはい。だから親にじゃあ自分も栄新館に行ってみたいと言って。で、栄新館に行きます。はいはい、で、やっぱでもね、自分はそのね、その小さな世界でのこう調子乗ってただけで、栄新館に行くと、まあより、まあ下ね、真ん中より下のクラスになったっていうのがあって、ありますよね。まあでもね、頑張って栄新館なんか一生懸命勉強して、でなんか周りのなんか受験する人がやっぱいるから、じゃあ自分もしてみようかなと思ってしたいって、親に言って。そうなのね。僕はまあ多分ね、親が言ってきた。いや、勘違いをしたというか、ああ、この子はいけるんじゃないか、この子頭いいんじゃないかと。うちのおふくろも親父も大学行ってないんですよ。2人ともちょっと勉強が苦手なタイプというか、苦手なタイプどころじゃなかったらしいんだけど、この話はおいおいね、一致するとして、まあ結構やんちゃなお父さんが引き継いでるね。いや、そんなことやめてやめて。で、まあそんな感じだったので、そのもう僕が生まれた時とかも親父とかおふくろはとりあえずもう元気であればいいだろうと、人にね迷惑をかけずに冷徹をわきまえて元気であればいいとぐらいだったんだけど、おふくろはちょっとスケベ心で、いや、できれば頭良くなってほしいみたいなね、そういうのがあったんだって。で、まあ小学校の成績良かったから、当時その日能研がやってた公開模試みたいなのがあって、受けてみないっていうふうに言われたのね。だから別に受ける分にはいいけどなと思って、暇だしみたいな。なんで友達のその親同士で仲がいいその同級生、友達と一緒に2人で受けに行ったのね。で、なんか体験授業みたいなのついでにあって、それがすごい面白くて、で知的好奇心をめっちゃ刺激してくれたから、あ、これなんか面白いなと思って。で、おふくろがその後、どう通ってみるみたいな、行きたいみたいな。で、当時野球やってたんだけれども、その少年野球でね、小学校昼休みとかみんなでサッカーするタイプ。めっちゃもうやりたいタイプ。ドッジボールやるとか。俺逆だよね。あ、そう。いやでもね、カーテンにこうやってくる。そう。どっち、いや、そこまでしてあれやけど、まあでもそう、なんかみんながわーってサッカー男子やね。で、何人か共通残るじゃんっていうタイプ。あ、そういうこと。もうね、外に出たがるタイプだった。そう。で、まあね、放課後とか小学校その少年野球団入ってたんだけれども、そんなにうまくなくて、で練習がね。しんどかったんだよね。なんか無駄に走らされるとか、なんかもう昔ながらのなんかこう根性野球みたいなさ、なんかそんな面白くなくて、でだけどまあ中学高校に入ったら部活で野球やってみたいなと思ってたから、そのまあ野球やめたくないなっていう気持ちもあったんだけど、その塾に入るときにそのおふくろに言われたのが、もし中学受験して中高一貫校っていうねところがあって、そこに入るとずっと野球できるよって言われて、ああ、はいはい、ほうと。確かにね、それはいいなと思って、あで受験をしようかな、でも中学受験をしてみようかなみたいな、そういう軽いノリで入っちゃったわけ。なるほどね。でもそのおふくろとかはもちろん中学受験の経験もないし、受験のことよく分かんないから、で中学受験ってご存知だと思うんですけど、親子の受験なんですよ。親もすごく重要なのだけど、特にその手伝えることはないわけですよ。で、どう教えていいかも分からないわけで、こういうふうに復習しなさいとか、こうやってノート取りなさいないから、とりあえず塾には行ってたんだけど、もう最下位クラスでなんかミニ四駆で遊んだりとか、ヨーヨーやったりとか、やってた。もうそんな感じだったので、暴れ回ったりとか、もうだから西農研行ってて授業はちゃんと聞いてたんだけど、全然そのちゃんと聞いてるって言っても分かるところだけは分かるけど、分かんないところは分かんないし、全然成績も上がらなくて、西農研悪いわけじゃないですよ。西農研悪いわけじゃなくて僕が悪いんだけど、そうっていう感じだったんですよ。でもまあたまたまその中学受験は第二志望の中学に受かって、で行ったんだよね。まあそれはまた後編でね、後編でねするけれども、で中学受験した時って進学はどうしたんですか？いや結局俺も中高一貫受けて、で実際親がうち金ないからきついよみたいな、そうなのね、受かってもって言って、でも一応受験だけしてみようっていう感じでねして、で第一志望落ちて、第二志望も落ちて。第三志望外に受かったので、そのしかも第三志望のところが、まあ3つしか受けてないから、まあ一番下の結局あれだけど、そんなに行きたいわけじゃなかったんだけど、なんかね、特待生って言われて、あなたむちゃくちゃ良かったからいろいろ免除しますと。っていうことを親に言ってらしいよ、あ、じゃあ行ってみるみたいな。あ、それです結局中学に行っても塾に通って結局お金かかるから、じゃあその分考えたらいいかなってなって、それで行ったんよ。あ、じゃあお互い中高一貫、そう中高一貫に行ったっていう。なるほどなるほどっていう2人だった、意外な共通点。あんまりこの話しなかったね、小学校の話とかね、しなかったね。そうだからやっぱね、思うんだけど、別に中学受験に僕も指導で携わったからすごくわかるんだけど、中学受験の学習をすること自体も僕ものすごく価値があると思うんですよね。でもね、受かるか落ちるかっていうところって結構その運の要素も強くって、っていうのもこの成長ってさ、人それぞれスピードがあるじゃない、子供たちって。そうね、僕なんか中学受験見てすごい思うのが、中学受験でうまくいかなかったけど大学受験でめっちゃうまくいくことって全然いるわけよ。でその興味の対象っていうのがさ、やっぱりあって、自分を律して勉強するってなかなか難しいんだよね。だから算数だけできるけど国語できないみたいな、そういうことってやっぱ多くって、でこういうことって、ね、やっぱね、大学受験とかで生きてくるんだよね。数学バーってできるようになってくると他の科目ちゃんとつられて上がってくるみたいなさ、はあるんだけど、中学受験ってね、4科目できないと受かんないからね。結構ね、素人の人が算数できれば受かるでしょみたいなこと言うんだけど、多分ね、中学受験でまともに指導してる人って多分そんなこと口が裂けても言わないと思うんだよね。っていうのもあって、平等に100点ずつとかやもんね。そう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 。でだし、そのある程度ね、全体的に点数取れないとね受かんないんだよね、その難しい中学ってさ。そうだけど、まあ中学受験で失敗っていうのかな、その落ちたところで何も影響ないと思ってて、で僕その時に親にかけてもらった言葉っていうのがすごい覚えてる。第一志望の中学は落っこちてしまったんだけど、そのね、合格通知っていうのがこう手紙で届くわけ。で先生から言われて、その塾の先生から、合格者は分厚い封筒が来るよと、入学案内が入ってきた、不合格者は本当薄い手ライドが来ると、1枚に不合格ですと、不合格ですっていうのが来るからっていうふうにね、もう親に言ってたわけですよ。小学校あるから行かないといけないから、学校にはね。で封筒が届きましたと。でも届いた時間ぐらいに昼休みにさ、電話してさ、家にさ「先生届いた届いた」っていうふうに聞いてみたら、親父が出て「いや届いたけどこれはもうごめん、開けなくても分かるわ」と。ああマジ。いやでもちょっともう見たいと。分かったと、昼休みに。もう家も近かったから親父が持ってきてくれて、通知で見たら、まあちゃんと不合格って書いてある。もちろんね、もちろん今の中で、いやでも実は第一高校の中学、落ちた第一高校の中学だから、ちゃんと不合格だったんだね。ちゃんと不合格だったわけですよ。でもショックで学校早退したの。小学校で先生は「ママしょうがないよね」って帰って家でふてくされて寝てたら、親父が俺が帰ってきたっていうのをおふくろから聞いて、親父も帰ってきて、で俺の部屋入ってきて、なんだお前はと、たかが受験に落ちたことごときぐらいでこんなへこんでメソメソしやがってと、それでも男の子かと。当時イラッとしたんだけれども、今考えるとね、救われた一言だったなと思ってて、親父から、まあ俺もやっぱりさ、ちょっとね塾で遊んではいたけれども、やっぱ受験の時にはさ、受かりたいと思って行くわけじゃない。で親の期待も多分あったと思うわけですよ。なんだけど、その落ちてしまったっていうので、なんか期待に応えられなかったなもあるわけですよ。思うよね、親に申し訳ないって思うよね。だけど親父からしてみればたかが受験だったんだなと思って、俺この感覚にすごい救われたの。ああなるほどね。だからなんだと、むしろそれでその落ちたことじゃなくって、その落ちてへこんでること、その程度のことでへこむ人間なんかになるなっていうふうに言われたのは、その一瞬はイラッとしたけど救われたんだよね。親も一緒にへこんでたりとかしたら結構ずしんくるけどね、そんなもんもうしょうがねえだろみたいなさ、全然気にしてなかったっていう。そうでも親父は親父でさ、その塾にしょっちゅう送ってくれたりとか、その社会のねテスト一問一答手伝ってくれたりとかさ、してくれてて、すごい協力してくれてたの。もちろん親父もおふくろもね、おふくろなんか毎日弁当作ってくれてたし、で感謝の気持ちもあったけれども、やっぱり最終的にたかが受験だって言ってくれたのはすごく嬉しかった。でこれはね、やっぱり今の指導にも生きてるなと思ってて、俺もたかが受験って言っちゃうから、確かに自分も言う。そうだからやっぱこういう感覚ってすごく大事だったなと思うので、ちょっと話がごちゃごちゃになっちゃったけど、いやね、本当でもね、さっき言ってた、結局その受験で成功したからといってどうなるか分からないし、失敗したからといってその後ずっとその後をかけないっていうのは本当そうで、さっき言ったさ、小学でこいつはやばいみたいな人がいたからじゃん。そういうのが A 氏が言ってたって言ったじゃん。結局ね、ラサール受かったよ。ああ、でやっぱすごいなと。結局その子に勝てずに、むしろ差がついたぐらいの感じでね、ラサールに行ったんだけど、その何年か後にね、むっちゃヤンキーになってた。ヤンキーなってた。ラサールって普通？あれ分かんないけど、じゃあこれ後で高校編ぐらいで話して。なんかあるんだな。めっちゃヤンキーだった。なんか別に僕ラサール詳しいわけじゃないけど知り合いいるのでね、鹿児島ですから、鹿児島だからね。なのでじゃあその辺の話は中高話でやろうかな。生徒でラサールの子いるから呼びたいけどね。ああね、呼んだらね何か来ると思うんだよ。まあその辺はそんな感じで、ちょっと小学校時代まあそんな感じだったんですが、結論は小さな成功体験がお互いいい影響だったのかなっていうところと、親の関わり方はすごく重要だったのかな、小学校時代は思います。ということでもしこの動画がいい感じであればですね、引き続き中学編に公開するかもと思いますので、よろしくお願いいたします。今回以上で、さくらでした。バイバイ。